港区柱は、大韓民国の関温度出身のプロ野球選手。2013年に韓国プロ野球新人ドラフトで、トサンベアーズから5ラウンド指名を受けて入団した。同年7月6日、巨高市民に代わって一軍に登録されると救援で、プロ初登板を記録した。この時の結果は0.2インニングを投げて1位、失点だった。2014年以降は、 左腕の中継ぎが不足する、チーム事情から、利権しのぎと共に、ブルペンでは欠かせない存在になった。なお、利権しのぎは2015年に先発転向した。2015年は、レギュラーシーズンに平均自粛点3点台、7勝2敗、2セーブ、16ホールドを挙げた。しかしポストシーズンに進出した時には NC 大のオス、相手のプレイオフに一回戦で、買い打線相手に2失点。 同三回戦では、虫万塁のピンチを作る、サムスン・ライオンズ相手の韓国シリーズ一回戦では、ヤマイコ・ナバーロに三ンホームランを浴びるなど、全く活躍できなかった。2018年には、右の中継ぎとして、重要な役割を成していた、キング・オーグリの大不振により、チャンスを得ると、クローザーとして活躍。そしてチーム内左腕投手で、歴代最多セーブ記録を更新した。 さらに、2018年アジア競技、大会韓国代表にも抜擢されて、チームが金メダルを取るのに貢献し、兵役免除の恩恵を受けた。2019年も開幕からクローザーを務めていた。だが、度重なるセーブ失敗やピンチを招く、不安定な投球が続いたために軍に降格した。そして一軍に再昇格した後は主に敗戦処理の中継ぎとして起用された。 同年は、最終的に出場したすべての試合で中継ぎあるいは、抑えとして登場し、61試合登板で16、セーブ7ホールドを記録して、トサンのリーグ優勝に貢献した。また、2019WBSC プレミア12、韓国代表に、リエイカーと共に抜擢された。プレミア12オープニングラウンドの対カナダ戦では8回に、登場。 しかし先頭を空振り三振に抑えるも後続に連打を浴び一失点した直後にそうなうゆうと交代となったオープニングラウンドでの登板はこの一度だけだった大会通算では9円で3試合に登板3奪三振一失点という内容だった2020年も中継ぎ押抑えとして活動していたが一軍と二軍を行ったり来たりしていたこのような時に 本人も先発への転向を希望したため同年9月から、リエイカーと入れ替わりで、先発投手に配置転換されることが決まり、9月7日の SKY バーンズ戦で転換後初の先発出場を達成。6イニングを投げて1被安打無視死球5奪三振、無失点の好投を見せ、さらに味方打線の大量援護にも守られて2017年8月18日の、キアタイガース戦。 以来1,115日ぶりの先発勝利を収めた。2021年3月25日、サトシ自然と2対2トレードで LG ツインズへ移籍した。ストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップを投げる。入団当時は揺れの大きいスライダーが良い評価を受けていたが、現在は落差の大きいチェンジアップがさらに良い評価を受けている。 上記のような球種を使って打たせて取るスタイルを得意とするが、変化球がうまく決まらずに通打されることも多い。ただし、投球回数を上回る、脱三振を記録しているシーズンがいくつもあるため、三振を奪うことも苦手ではない。ありがとうございます。